はいどうもこんにちは、岩下スティーブンです。いやお待たせしました。2020年からやってきました。今回はこちらの紹介、僕のヒーローアカデミアよりフィグマの桐島英二郎くんの紹介です。だいぶ寝かせに寝かしていましたね、桐島くん。いくら個性が高価だって言ってもいい加減開けないとふやふやになっちゃうね。というわけで今回はようやくこちらの紹介です。まずは箱の方、桐島くんらしくシンクに染まった赤いパッケージ。正面には透明の窓がついていて中身が大体見える。で箱の横ではガツンと拳で、拳をぶつけて逆側がちょっとアップ目で、箱の上の方にアクションポーズ、下の方は同じポーズだ。で箱の裏にはいろんなポーズが取れるよって書いてあります。表情パーツもなかなか豊富。というわけでもうもはや早速もクソもないけど、こちら開けていきましょう。桐島、ようやくずーっと。本体と説明書、説明書は内容物と腕の取り替えが書いてあるくらいで、ブリスター、こっちの方にはいつも通りね、裏の方に台座と手首が入っています。でブリスターはすごく外しやすい。外すと中身かなりシンプルなんで、このまま見ていこうか。まずは表情の差し替えが2種類。多分効果の個性を使ってるんだろうね。おでこのところにピキピキっと特徴的な線が入っていて、通常側と比べると瞳の方が小さくなっていて、ギザギザの歯が出ています。口を開いたかっこいい叫び顔、対してこっちはすごくいい笑顔、目をつぶってギザ場を見せてニカッと笑っています。表情の方もなかなか豊かで、前後分割になってますね。顔の周りに装備をつけてるから分割が目立たなそうでいいね。であとは個性の効果を使ってる時の腕パーツ、凹凸が激しいというか、なんかだいぶバッキバキになってますね。で上のところにはピンがついていて、ここのところを外して腕を差し替えるっていう、そういう感じ。さらにはこれわかるかな、握り拳の方も若干効果の影響が出ていますね。であとは手首の差し替えが2、4、5の7種類。パーの手と、これは何だろう、なんかの握り手。特に今回桐島くんの方にはなんか握るもんは入っていないけど、まあ何かしら他のやつで使えるっていう感じかな。であとはこれもちょっと硬化しているね、バトルシーンで使えそうな硬化しているパーの手。で最後1個だけ右手のサムズアップが入っています。あとこれ忘れていたね、毎度おなじみ収納用のジップロック的なやつ。というわけでシンプルな付属品以上なんで、こちら本体を見ていきましょう。よっ、そんじゃいきます。レッドライオット、はい。というわけで桐島英二郎ヒーロー名レッドライオット。靴が大きめだからすごい安定感があるわ。というかあれだな、おそらく前回紹介したあのバズモッドの橋平伊之助、若干ファッションの系統が似てるというか、前回に続いて再び上半身がほとんど裸の人。そんなわけでまずはお顔の方、標準側も表情の方はちょっと笑顔になってますね。口を少し開いて口角が上がってる。歯のギザギザ加減は抑えめで、刃がちょっととんがってるくらいで、瞳が赤くてハイライトは入っていない。眉毛の方もだいぶわずかですね。で右目の方には見えるかな、これうっすらと傷がついてんのも再現されていますね。小さい頃に初めて個性を発動した状態で、あのこの目の上をこすっちゃったもんだから、個性の効果は硬くなるだけじゃなくて、あの切れ味も鋭くなりますから、その時についた傷が残ってるっていうやつで、顔の周りにはなんかごっつい鉄の装備、男気ヘッドギアをつけています。おでこ、鼻の上、顎、あと顔の横のところにも矢印っぽいものがついていて、なんかすごい鋭い感じ。鋭いし塗装の方がなんかだいぶガンメタというか鉄っぽい感じ。質感からものすごい頑丈ってのが分かりますね。で髪型は赤のツンツンヘアで、ここの前髪のところが少し角っぽくなってるね。欲を言えばこのヘッドギアなしの顔なんかも欲しかったな。ちなみに地毛は黒なんだけど、まあある意味高校デビュー、遊泳に入学した時はこの赤髪になっていました。髪の方もこう後ろ方向に伸びていく感じの立体感がいいね。でヘッドギアの方は頭に巻きついていて、ちゃんと髪の毛がへこんでいます。さあそして頭部の可動、まず上向くのがグッと、襟足がちょっと長いのと、この首の付け根のところに可動がないんでね、そこまで上は見れないけど、まあだいたい標準くらいかな。で対してうつむく可動がグッと、お意外と動いてくれる。付け根のところがボールジョイントと軸可動になってるんだ。下方向は思いのほかがっつり動いてくれます。で頭部の差し替えはこの顔面のパーツを外して、そのまま別のやつを付け替えるだけ。硬い硬いし、ここのトゲトゲの髪の毛が地味に痛い。指にちょっと跡がつくね、気をつけないと。よいしょ、あー結構がっしり。手順は簡単だけど、ジョイントの方が若干硬化しています。であと忘れていたね、横向く可動がグッと、肩がなかなかすごいことになってるけど横は見れます。さあそしてほとんど裸の上半身、まあ一応肩の方にはなんか歯車のような肩アーマーをつけていますね。ちなみにこれの名前も男気ショルダー。装備の髪の毛に絶対男気ってついています。だいぶ前に紹介したプライズの時も疑問に思っていたけど、このヒョロヒョロの布なのか紐なのか分かんないけど、これは一体何なのか、そしてどういう機能があるのか、ちょっとよく分からんけど、ネーミング乗っとるんだったら、あの男気紐が
がついています。で、筋肉の方も胸筋だったり腹筋がバッキバキ、前鋸筋とか、まあ腰の方もだいぶこう引き締まっていますね。で、肩だったり二の腕の方にも筋肉造形。さあ、そしてごっついショルダーがついてるけど、肩の可動をまっすぐ上げるとグッと、ショルダーは連動して動いてくれるんだ。連動があるおかげで干渉せず水平を越えて動いてくれます。ショルダーは肩の付け根のところでついてるんだ。ちゃんと邪魔にならないようになっています。で、肩の方は前後の可動は結構前方向に動いてくれる。いいね、ショルダー邪魔にならないし、肩可動もなかなか良好。さらに上下にも可動します。で、肩と二の腕の方にロールはないけど、付け根のところにロールがあります。そして肘の可動がぐんぐんと、肘の方は90度を超えて限界の一歩手前ぐらいで、さらに肘の方は引っ張るとは結構簡単に外れて、付属品の硬化した腕と差し替えることで、こっちは硬い個性発動中の腕になります。ちなみに可動域は変わったりすんのかな、ぐんぐんと、わずかに広くなってるような気がしないでもないけど、まあ大体同じぐらいで、ぐるっと後ろ姿、背中にもそこまでバッキバキではないけど、うっすらと筋肉造形はついていますね。で、謎の男気紐が左肩につながっています。さらに腰の方には台座の接続穴で、正面に戻って胴体の可動が胸から上と、これお腹のあたりにあんのかな、取り出した時にあのビニールがついてるんで外そうとしたんだけど、そん時見た感じ、あのこの腰に可動があるっていう感じではなくて、腰のちょっと上の方が可動するような感じになってましたね。まあどういうことなのか、とりあえず動かしてみよう。ほんじゃ、まずのけぞる可動がグッと、可動域はまあ標準くらいかな。で、今見てもらって分かるように、あのほとんど胸から上の方しか動いていませんね。お腹のすぐ下のところに可動があるっていう感じではないんですよね。で、対してうつむく可動がグッと、うつむく方は胸の上のところがすごい動いてくれます。後ろから見るとかなり隙間が目立つけど、まあまあまあ正面から見てる分には全然問題なし。お腹部分を軸にすると全然動かないんだけど、腰部分を軸にすればぐるっとちょっぴりひねった感じにはできるけど、まあ可動域はそんなに広くはない。で、そんな腰周りにはベルトと布を巻いていて、腰の周りの布が男気布って言います。ネーミングほんと好きだわこれ。布の方は赤茶色でだいぶボロボロになっています。個性の都合でどうせ破れるんだからっていう感じで、最初からこのボロボロの布をまとってるっぽいです。まっすぐ綺麗な布っていうより、こっちの方が絶対迫力あっていいよ。で、お腹の真ん中にはでっかく書かれた赤い R、 これは多分ヒーロー名のレッドライオットの頭文字ですね。で、一応ここのベルト部分は別パーツになっています。で、ぐるっと後ろから見ると布がこう寄ってる造形になっていて、下の布の方は左右で2枚に分割されています。布は下から見ると腰の後ろのあたりにジョイントがついてるんで、このあたりを軸にしてバサッと布が可動して躍動感をつけられるようになっています。あとはちょっとだったら軸回転なんかもある。で、正面ここに垂れ下がってる布の方は一応軟質になっています。軟質になってるから足をまっすぐ上げるとグッと、ちゃんと干渉しないようになっていて、足はまっすぐ水平まで上がります。で、さらに股割りの可動もバッチリ、股関節周りの可動域いいね。で、さらに付け根のところでわずかにロールの可動で、履いてるズボンが黒でだいぶダボっとした感じのデザイン。これも多分あまりピッチリしすぎていると、あの個性の硬化の影響でズボンがビリビリに破けちゃうから、ちょっと柔軟な感じにしてんのかもね。この辺のダボっとした感じのシワ造形もいいな。で、ちょっと男気布を避けといて、膝の可動がぐんぐんと、ちょっと見にくいけど一応90度を超えて動いてくれます。もともと布で隠れていてあまり見えないところだからね。膝の裏のところが思いっきりえぐれてるんで、これのおかげでちゃんと可動するようになっていますね。で、さらに膝にはちょっとロールの可動なんかもあります。で、膝から下がちょっとごつめの茶色いブーツになっていて、段差がある感じがなんともおしゃれ。あとは関節を守るようになんかプレートっぽいものもあるし、靴自体もだいぶ分厚いね。で、そんな足首の可動が上下、下の方がものすごい動く。さらにくるぶしの傾きなんかもあります。で、分厚いつま先なんかもだいぶ動いてくれて、最後に足の裏、足の裏はかかとがちょっと高いくらいで特に造形はなし。はい、というわけで霧島英二郎の造形と可動こんなところなんで、いろいろポーズをつけて遊んでいきましょう。まずは潜在写真を参考に、いかにも霧島くんっぽいような立ちポーズ、仁王立ちでガッツポーズで腰に手を当ててるっていう、すごいなんか公式ホームページのキャラクター紹介のところに載っていそうと思ってアニメのホームページ調べてみたけど、特にこういうポーズはしていないわ。ちなみに現在のホームページに載ってるポーズはこう、まあ衣装の方が最近目だから男気アームカバーとかつけてるんだけどね。お次はにっかり眩しい笑顔でサムズアップ、笑顔とサムズアップがものすごく似合うね。あとこれも潜在写真を参考にすると、こう自分の方にね親指を向け
けるというこういう使い方もできます。あとは腕を伸ばせばヒッチハイクっぽいようなポーズもできるし、であとは本人絶対やるわけがないんだけど仮面ライダーエターナルバリにこうサムズダウンバッドボタンのような手にもできちゃいます。僕的にはやっぱり圧倒的にバッドよりグッドの方が嬉しいかな。桐島くんも言ってますよ、よろしかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。あとは最近公式 LINE の方を始めたんで、画面の QR コードもしくは概要欄のリンクから友達登録およびフォローよろしくお願いします。宣伝おり。お次は腰を落としたファイティングポーズ。桐島くんは個性の効果を使って基本的に肉弾戦メインだからね、格闘っぽいようなポーズがよく似合う。お次はダッシュポーズ。なんとか頑張ってそれっぽくなったんじゃないかな。胴体の可動の都合上そこまで前かがみになれないし、膝の方は90度以上曲がるは曲がるんだけど、曲げた足を前に持ってきてのダッシュポーズがなんかあんまりしっくりこなかったね。でお次は定番のハイキック。足の上がり具合はまあそこそこな感じだけど、やっぱりバランスがいいね。靴がでかくて接地面積が広いからなかなかこう安定感がある。片足で立たせる時も割とすんなりいきましたね。そしてハイキックからのライダーキック、意外とそんなに違和感がない。これまた足がでっかいからいい感じに遠近感が生まれますね。さあお次は腕を硬化させて拳をガキン。とりあえずまだ顔の方は笑ってる標準の状態。男気布の方もこうやってたなびかせています。さあお次は表情の方も硬化した叫び顔に変えて、ものすごく気合が入ってるポーズ。おっしゃ行くぞと言わんばかりに手も足も広げています。でお次は拳を振るって殴る直前、思いっきり振りかぶって、多分これ後ろから見てもいいな。あーこれいいな。ちょっと関節の隙間が目立ってはいるんだけど、斜め後ろ方向から見ても結構それっぽくなるんじゃないかな。そして硬質化した拳でズドーンと思いっきり殴る。拳の先に相手がいるとなおよし。あとはもともと人間の体の中でもかなり硬い方だけど、硬質化した肘の方でエルボー、硬いだけじゃなくて鋭くもなってるからね、相当切れ味は増してるはず。あとは攻撃ばっかりじゃなくて両腕をクロスさせてガードのポーズ、硬質化によって防御力の方もかなり上がってるはずだからね。そして肩可動が優秀だから腕をクロスさせやすい。あと桐島くんの攻撃方法で言ったら、この手をなんかチョップのような形にして切れ味が増した手刀での攻撃なんていうのもできるから、よく言えばこうトリコのナイフみたいな指をピシッと伸ばした状態の効果の手なんかも欲しかったかな。さあお次は仲のいい爆豪とツーショットというかまあ共闘。こうやって見るとやっぱり爆豪肌白すぎんな。桐島くんそこまで美白されていないから並べるとまあまあ際立つね。さあそしてお次がせっかく久々なんでね、今んところ持ってるヒロアカのフィグマ。唯一トドロキくんだけ買うの逃しちゃったんですよ。まあフィグマの方は逃したんだけど、アメイジング山口別メーカーの方ではバッチリ買う予定なんで、一応稼働フィギュアとしては揃うはず。そしてこれまあ大体似たようなポーズで並べて思ったけど、桐島くんでかくね。設定的には爆豪が172センチで桐島くんが170センチのはずなんだけど、足の開き方とかポーズ差し引いてもこれスケール感合ってねえな。まあ、これ実際桐島くんが発売されたのって2020年の10月なんですけど、桐島くんが出て以降なんだったら2021年に関してヒロアカのフィグマが出ていないんで、どうなんだろうな、1年間何にも出なかったからヒロアカシリーズはこれで止まってしまったのかな。まあ、まだ完全に止まったわけじゃないから、ひょっとしたら今年からも桐島くん以降もどんどん出てくるかもしれないんで、わかんないけど、とりあえずまあ出てくれることを期待しておきましょう。はい、というわけで今回は僕のヒーローアカデミアよりようやくフィグマの桐島英二郎くんを紹介しましたが、いかがだったでしょうか。付属品の方はまあだいぶシンプルだったけど、こういうなんか効果の腕がついていたり、そもそも標準の顔の方が笑顔なのにもっと笑顔がついてくるし、ちゃんと硬化した顔で叫び顔なんかもついてきましたから、表情豊かで付属品の方が良かったね。プロポーション的にもがっしりマッチョな感じになってるし、可動面ではまあいいところもあり悪いところもある。パーツの差し替えもちょっとなんか硬いところあったけど、そこまで難しくはない。で男ギヌノの方も稼働したりして、ちゃんと動くところは動いていたんだけど、胴体稼働がちょっと難ありな感じだったかな。胸から上がよく動くんだけど、腰周りの方がちょっと動かしづらいというか、腰をひねったり傾けたりっていう稼働がほぼなかったような感じなんで、残念ポイントはまあ腰稼働かな。あとさっきも言ったけど、並べてみた感じ他のメンツよりなんか頭身が高くなってるというか、まあこれは桐島くん本体が悪いってわけではないんだけど、並べた時のスケール感が合ってないのはちょっと気になったね。まああとヒロアカのフィグマシリーズ自体はちょっと止まっちゃってる感じなんだけど、桐島くんに関してはまあメーカーとか稼働非稼働問わないんだけど、個人的にレッドライオットアンブレイカブル、あれのデザインがもうめちゃくちゃ好きなんで、ぜひ立体化してほしいね。まああんまりそんな稼働しそうにもないけど、何かしらの形でアンブレイカブルが立体化してくれたらとても嬉しいね。次ヒロアカ関係で届くとしたら、また富岡さんみたいに飛ばさないようにしなきゃな。関係ないけど富岡さんが2月に届いて、さっき言ったアメイジング山口のトドロキくんが3月ぐらいに届くんで、またその辺が届いたら紹介するし、まあプライズ関係もいろいろ出るだろうから、何かしらまた紹介するんで、よろしかったらご覧ください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。